関東大震災当時、日本人は朝鮮人に恐怖を感じていた。動画をご覧いただきましてありがとうございます。陳朝儀でございます。ですね、本日のですね、朝日新聞を見てるとですね、このような記事があったんですね。朝鮮人虐殺の追悼式、講演資料に誓約書を求めず、都が一転と。どうやらですね、都は追悼式やるのにですね、誓約書出せって言ってたんですけども、その誓約書というのをですね、引っ込めたそうなんですね。都の講演でですね、追悼式いつもやってるんですけど、最近ですね、いろいろこう、他の団体とトラブルを起こすことになったんで、だからですね、トラブルを起こさないように誓約書を求めていたんですけど、それをやめましたっていう話なんですけども、これについてはですね、私、陳朝儀はですね、どっちでもいいわけです。公平に扱ってくれればね、この追悼式を行う団体だけですね、誓約書を求めないで、他の団体に求めるってんだと、これはダブルスタンダードになりますし、差別になりますから、でこういうようなことっていうのはやめていただきたいんですけども、そうじゃないならですね、求めようと求めない、なかろうとですね、どっちもいいなというふうに思ってるんです。私、陳朝儀はですね、朝鮮人虐殺っていうのはあったなというふうに思ってるんですけど、なんでそのようなことが起きたのかなと。それは当然関東大震災というですね、未曾有のパニックが起きてですね、行政機関が一斉に停止するというようなことがあったんで、いわゆる過剰防衛に走ってしまったってことがあるんですけど、実はですね、それだけじゃないんですね。当時の日本人というのは、いわゆるその朝鮮人に対して恐怖を感じていたんですね。で、その恐怖を感じてたのはどうしてなのかっていうとですね、それにはですね、3つぐらいの理由があるわけなんですよ。一つにはですね、いわゆるそのコリアンの人たち、朝鮮の人たちがですね、その人口が激増してたんですね。で、それは過去10年間で20倍ぐらいに人口が増えていたという事実があるわけなんです。もう一つはですね、彼ら自身のですね、いわゆる犯罪率が高かったわけです。で、少なくとも日本人はそういうふうに思ってたわけですね。で、これは日本国内だけではなくてですね、この関東大震災というのはですね、1923年にありますけれども、その4年前にですね、三一独立運動というのがあったんですよ。で、その、いわゆる彼らのですね、独立運動というのを見てですね、彼ら自身が非常に暴力的な存在であるということをですね、当時の日本人は思ったわけなんですね。で、もう一つ、その理由があるんですけど、その2年前、1921年に起きたですね、ある事件が非常に影響していると。で、そのある事件というのは何なのかというのが、これは離反の事件という事件ですね。で、この離反の事件ってどういう事件なのかというと、これはですね、東京市電運転手連続殺傷事件というんですけどもね。で、彼は市電の運転手だったんですよ、東京のね。で、その彼自身がその日本人をですね、16人殺傷するという事件を起こしたわけですね。8人殺して8人が怪我だったかな、いう事件を起こしたわけなんですよ。で、これがですね、起きたのが1921年、震災の2年前です。だからですね、これを見てですね、多くの日本人がですね、特に東京近辺の人はですね、朝鮮人というのは非常に怖い存在なんだなということをですね、思ったわけなんですよ。それがですね、その日本人をしてですね、そういう震災が起きた時に、彼らは何をするかわからないということでですね、彼らに対して、いわゆるその過剰なですね、行動をとってしまったんだなというふうに思うわけなんですね。で、この離反の事件というのはですね、どんな事件なのかというとですね、そのあらましを説明しますと、この離反のというのがですね、その職場の同僚とですね、同じところに暮らしてたんですね。で、この離反のというのは、その住んでた家にですね、日本人が一緒に住み込むことになったんですけど、これは離反のに誘われたそうです。離反のからしてみると、要は家賃を折半にしたいと。要は、ちょっと高かったそうなんでね。いうことで、彼らに住まないかっていうことを、離反の方が誘ったそうですね。で、離反のはですね、奥さんと住んでたんですけども、この日本人はですね、子供が2人いて4人だったそうです。で、彼らはですね、誘って、一緒に住むようになったからですね、もともと仲が悪くなかったようなんですけれども、一緒に住むとですね、いろいろトラブルが起きると。そしてですね、結局2ヶ月後にはですね、トラブルがですね、殺人事件に発展するわけなんですね。で、同じ家に住んでまして、その隣の部屋に、その日本人の家族は住んでたんですね。彼はですね、金槌と短刀を持ってですね、急にその、その隣のですね、日本人のですね、家族の部屋にですね、入り込んでってですね、旦那さんと奥さんとですね、長男、次男というですね、一家4人をですね、皆殺しにするわけなんですね。で、李反応というのはですね、35歳の人です。で、奥さんが27歳なんですけど、子供はいないと。同居した日本人の家族はですね、旦那さんは32歳と。で、奥さんは30歳。で、長男が9歳。次男は5歳と。
で、この子供までもですね、その惨殺をしたというですね、まあ、非常に猟奇的な殺人事件だったんですね。で、その後ですね、リはですね、それだけで収まらないで、自分たちをですね、仲裁したですね、会社の上司宅に行くわけなんです。その時にですね、自分の奥さんに止められるんですけども、その奥さんをですね、まあ、担当で刺してですね、そしてですね、上司宅に向かうわけです。で、その上司宅に向かう途中にですね、通行人がいるんですけど、で、43歳の通行人に襲ってですね、大怪我をさせます。そして上司宅に着くとですね、上司宅にはですね、上司と、まあ、その奥さん、そしてですね、一緒にいたですね、長男、次男、三男、長男が10歳で、次男が6歳、三男が3歳ですけど、そのうちですね、4人を殺害してですね、で、長男、10歳の長男は大怪我をしています。で、その後ですね、彼は一旦自宅に引き返します。そしてですね、自宅でですね、瀕死の重傷を負ってるですね、自分の奥さんをですね、再度刺して刺し殺します。で、そして、まだ殺すやつがいると言ってですね、飛び出してですね、で、そしてその途中でですね、会った2人の人間を襲撃してですね、重傷を負わしています。ちなみにですね、この時にですね、まだ殺すやつがいるって言ってですね、飛び出したんですけども、その殺すやつっていうのはですね、結局、まあ、不明なんですね。で、その後にですね、まあ、近くの自宅に、まあ、全然関係ないんですね、乗り込んでいってですね、そこで、まあ、その家のですね、人に取り押さえられそうになるんですけど、その人をですね、殴りつけてですね、まあ、重傷を負わしてですね、で、そこから家から飛び出してですね、さらに通行人2人にですね、重傷を負わせるなというですね、まさに通り魔的な凶行を、まあ、行うわけなんですね。そして、この事件を聞きつけた警察官がですね、現場に駆けつけるとですね、まあ、リは慌てて逃げ出すんですけども、警察官がですね、まあ、転倒してですね、腰を打ってしまったんですね。で、そうすると彼は逃げてたんですけど、わざわざ戻ってきてですね、その警察官を殺そうとするんですね。警察官はですね、ちょっと怪我をするんですけども、リを投げ飛ばしてですね、で、逮捕するというような形になるわけですね。で、これがですね、リ反応事件のあらましなわけです。彼はですね、一緒に住んでた日本人のですね、家族を皆殺しにして、そしてですね、上司宅に行ってですね、上司のですね、5人の家族のうちですね、4人を殺して1人を大怪我させてですね、さらにですね、途中で会った通行人をですね、通り魔的にね、ですね、まあ、襲撃をすると、まあ、そして自分の奥さんもまあ殺害するというような形になるんですね。ちなみにこれ全員で17人なんですけど、一応ですね、この昔の資料によると16人の惨殺という書いてあるんです。で、これはですね、いわゆるその日本人16人っていうふうに書いてあるんで、奥さんは、これはコリアン、朝鮮の方ですから、多分カウントされてないんだろうなというふうに思うわけなんです。で、このようなですね、事件が起こしたですね、リ反応っていうのはですね、どんな精神状態だったのかっていうと、後にですね、精神鑑定を行われてるんですけど、彼はですね、正常だったそうです。ちなみにですね、このようなですね、事件を起こしたリ反応なんですけども、彼はですね、裁判においてどういう刑になったのかっていうと、無期懲役だったんです。死刑にならなかったんですね。で、非常にこう身勝手な理由でですね、職場の同僚を逆恨みしてですね、罪のない子供たちまで虐殺してですね、さらに見ず知らずの通行人まで襲撃して怪我をさせたリに対してですね、当時はですね、死刑にしなかったんですよ。そしてですね、これが関東大震災が起きたたった2年前に起きてた事件なわけなんですよね。で、この離反の事件についてですね、下にこう貼り付けておきましたから、もうちょっと詳しく知りたい方はですね、読んでいただけるとありがたいんですが、まあ、手ぬぐい1本盗まれたとか盗まれてないという理由でですね、まあ、こういう事件というのは起きてるんですよ。そういう面で言うとですね、彼ら自身というのはですね、そういう、まあ、ある種日本人を恐怖させるにはですね、十分な事件だったんですね。だから関東大震災みたいなことがあった時にですね、我々はパニックになって、その朝鮮人が犯罪を犯すんじゃないかと、日本人をまた殺すんじゃないかということでですね、そういうその凶行に及んだんではないのかなというふうに思うわけなんです。私たちが歴史に学ぶ時、自分たちの都合のいいことだけに目を向けたらダメなんです。そしてコリアンの側もコリアンにとって都合のいいことだけ目を向けたらダメなんです。そういう自分勝手な行動というのが、実は日本人から顰蹙を買ってる理由なんではないのかなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。まだですね、下の方にブログ、ツイッター、LINE アットつけてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。